政治資金パーティーに代わる新たな抜け道があることが判明。自民党の小泉慎次郎議員がオンラインパーティーなるものを開催したことが報じられている。記事では派閥パーティー禁止を訴えながら、自らは1時間で利益約600万円のボロ儲けパーティーを開いていたと批判している。小泉議員はこの中2021年に小泉慎次郎オンライン研修会と名打った会を開き、4回で計1528万円の収入を得ていたとある。 通常のパーティーでは食事や会場費などの経費がかかるので、このオンラインパーティーはその経費が抑えられて、利益率が上がっているとのことです。その程度ではもう、誰も驚きません。記事では、さらに掘り下げています。そもそも、政治資金パーティーのオンライン開催について、政府は、認めないという見解だ。2020年10月2日の政府答弁書で、人を集めずオンラインで開催するものは、人を集めて行う会合と会することは難しい、というものがありました。しかし、問題の本質はそこではないのです。 このオンラインの会は、政治資金パーティーの扱いではなく、機関支持の発行その他の事業に該当することになるそうです。そこで、政治資金パーティーだと、同一のものからの支払いは、1回150万円までという上限や、20万円以上の支払いを受けた先の住所氏名を公表しなければならないという規制がありますが、その他の事業は規制の対象外となるというのです。実際に、オンラインパーティーを開催した2回早地未子議員は、政治資金パーティーとして扱い、 参加者数や20万円以上の支払いをした者の氏名を公表していたようですが、小泉議員はオンラインと銘打って事実上の政治資金パーティーをその他の事業として計上していたようです。これに対して小泉事務所は政治団体の活動は法令及び総務省の見解などに従い適正に実施し、その収支は当該年分の収支報告書に記載している通りです。と答えたとのことです。オンライン形式を取ることで政治資金パーティーの規制が無意味になってしまうような仕組みを うまく利用しているのでしょうか。小泉議員は政治資金パーティーの収入が多いランキングでも上位になっています。小泉議員は裏金問題が騒がれ始めた頃、派閥の政治資金問題は非常に重い問題だとした上で国民の不信感にしっかり応え、信頼を回復しなければいけないなどと発言していたようですけど、派閥や党の問題にすり替えているような気がしてしまいます。国民の不信感は不透明な金の流れであって、派閥や派閥パーティーの開催ではないと思います。オンライン形式なら、 金の流れを見せなくてもいいというざる方が問題です。改革でもするかのような発言は、よくしますが、本当にやるつもりがあるのでしょうか。まさか、このオンラインパーティーの件を購入したのが外国人だらけ、なんてことになってはないですよね。皆さんの意見をコメント欄で教えてください。